はい。あのね、今要するに検討してくれ、安全グループが言うにはね、1F にもね、1F1 と同じように、もう僕は完全に肌感冒になっちゃってて、この先ほど要するにドラウェルの圧力が500くらいって言ってくれたんだけども、それは要するに水素ガスの、圧力によってもう、要するに上がっちゃってるんじゃないかと。したがって、1F2 も非常に、危ないっていうか、もう、非常にひでえ状態になってんじゃないかって言ってんだけどさ、この500グラっていうドラウェルの値が正しいかどうかっていうのをまず確認してくれる？はい、それは今、計器を全部ですね、確認してるんですけども、で、排気圧力が、水系動かないです。全然動かない。一緒に帰ってくんない？そっちに。ミレマスさん、本店さん、本店さん。はい、はい、山崎君、はい。今のサジェッション、僕も極めてそう思うんですけども、1点だけね、1号機もずっと海水は流量的には注入してるんですけども、マイナス1700ぐらいで漏水が改善しない、まあ、これ、だから水位計の問題もあるかもわからない、はい、今回もですね、海水入れたらですね、ここでスティックしちゃった、その海水との関連というのはありますかね。要するに塩分今の3号今吉田市長、それ3号の話ですか。はい、3号の話もそうですし、1号も海水入れたわけですね。はいはい。ほんでいまだに一応海水系の流量を見るとある流量出てて突出は出てるんですよ、1号も。はい。にもかかわらず漏水が回復しないというのは1号も3号も海水入れてから同じような状況になってるっていう感じなんです。さっき真水を入れたときは極めて、もう急ぎたいと言ってください。急ぎたいと。漏水が上がったんで、水系がもうそこの違いが分かりましたんで、なんか固まっちゃうのかもしれません。水系が三号の方も、今ね、三号もちゃんと水が入ってるのかっていうのを今確認してる。すいません、本店ですけれども、一号が海水を注水しても水系の指示がマイナス1700から上がってこないというのは、おそらくその格納容器内に水素が漏れていたということから考えても、配管破断みたいなものがあってですね、格納容器の水位がそこまで到達しないと、原子炉からずっとも海水が漏れていて、ずっと指示はスティックしていると、そういうことだと思っております。だからバイパスしているということでしょ。そういうことですね。そういうこと。はい、すみません。だからそれはですね、だからバイパスをクリアするためにはもうどんどん注入していくしかないですよね。でもね、そういうことですね。はい。で、まあ、1号はそういう形で注入していって、まあ、極端なこと言うと、はい、格納容器ごと水没させたような形になる。そういうことですね。はい。で、2号も今もう注水を繰り返していくと。そうです。いうことしかないと思ってるんですが。そうですね、それは。で、今それを、ちょっと2号もですね、塩分の影響とかそういうことを。はい、どうぞ。見て。で、2号も、まあ、こういう意味では、まだそのちょっと指示系がよく信用できないんですけども、流量系、水系は一定の値、ただし他のデータが見れないという状態、それから RCIC を運転してずっとここまで来てて、もうほとんどヘロヘロ状態になってきているということから考えると、早めに要するにその燃料破損する前に切り替えた方がいいと思ってるんですが、はい、早めに水入れることは賛成です。